レイソル講演会アンバサダーの近藤直江です。ゲストはこの方です。お久しぶりです。澤です。ちょっと一個だけ聞きたいのが、はい、2018年にまた再契約されたじゃないですか。 あれはどういった経緯だったのかっていうの。あれはですね、まあペルーで、まあ、シーズンを終えて、で当時お世話になってた代理人キムさんに、うん、と話してて、で来年どうするのって言われたんで、いや今いるチームもう契約満了で、まあ今ちょっと探してますってなったら、どうする、レイソル帰ってくるってな言ってくれて、いやもう対談セレモニーとかやったんすよねみたいな、いやでも話できるよってなって、あ本当ですかみたいなってでそれで聞いてた、あのまたその次の週ぐらいになったら、あもうレイソルいいって言ってるよみたいになって、でたまたまその年の年末あの一時帰国することが決まってて、うんうん、で一時帰国して、そしたら連絡が来て、澤君明日の何時に名古屋病院の行って、あのメディカルチェック受けてね、早っとか思ってでメディカルチェック受けて、で決まったっていう、そうで、それで、まあ、レイソルに帰ってくることが、すごいよね、まさか、ね、帰りたいわ俺だって、そんなねえ、そんなあるそんなんで帰れんので結局試合も出てないからね、また膝悪くて。何年？何年行ったのレースに？で2018年は1年間だけ。1年間？そう。本当あれもまた申し訳なかったよね。いやいいんじゃない？何しに来たの俺ってなったけど。いいでしょ。うん。だから引退セレモニーっていうか、その退団セレモニーはちょうどクリが引退する年だったから、うん、でクリがみんなの前でこうねお別れの挨拶するから、これは水させないなと思って、うん、俺はもうフロントに、いや僕はもう以前に対談セレモニーやってもらったから、2回目はでクリーのこのね、うん、あの花道を汚すわけにいかないっていうので、うん、俺はもうそこではもうノータッチ。その試合見に行ったよ俺。本当？確かな記憶がある。うん、何戦だっけ最後？何戦だ最後？試合出てないからな、覚えてないな。そういうことね。見に行った気がする。違う。でまた戻るってこと？そう、ペルーに。またペルーに戻った。でペルーの2部で半年プレーして、2020はまたデポルティボ・ムニシパルっていう、まあペルーの、まあ、象徴的、はい、俺が象徴されてるチームの、うん、で最後、まあ、2020年プレーして、うん、うん、そのペルーの2部リーグとかって年俸どれぐらいなの？当時は19年とかだと2019年は1000ドル。それでも全然生活は大丈夫。いやきついよね。一人だったらいいけど家族いたらね。当時はねもう子供も小学校、はい、上がってたし、うん、うん、4人家族だから、まあ、1000ドルじゃね。そうだよね、物価が、うん、学費でなくなっちゃうね。そうだよね、学費で1ヶ月の学費で、うんうん、空っぽで奥さんがまた働いて、そう、まあでも一応バーもあったし、うん、まあ、不動産家賃もあったから、うんうん、まあ、それを足すと、まあそれなりに、そう、それを足すとまあ全然余裕だけど、うんうん、自分だけの稼ぎだとちょっときついってことね。そっか、2部はそういう感じなんですね。そう、え、ペルーの 一部というか一番良かった時はどれぐらいもらえる？一番良かった時はちょうどレイソル行く前のシンシアノっていうチームで月80万とか90万ぐらいもらってたのかな。それはだから大体日本で言うと1000万、まあそうだけど金額感覚で言うとどうなったか。ああ物価とか物価は3、4倍を、そうだね、2、3倍ぐらいかな。あそうだ、うん、でちょうどクスコっていう観光地で、うん、そのマチュピチュがにつながってるところなんだけど、うんうんうん、そこはペルーの地方でも最も高いところで、あ、そうなんだ、観光地だから、うんうん、そういうことね。日本でいう京都みたいなところかな、うんうん、だからもうそういう外国人のツアー客、うん、日本人のツアー客がもう常にもういる感じ。なんか物価も高いけど、でも首都リマに比べたらずっと安いかな。あ、そうなんだ。それでも首都は高い、首都は高いね。そうなんだ。
うん、まあ、日本と変わんない、そんなことも。いや、まあ感覚的に使い方次第かな、やっぱり、まあ、安く収めようと思えば安く、そう、買い物も日常の買い物もスーパーで買うとやっぱちょっと高いの、うん、でもみんなやっぱ経済的に行きたいから市場、うん、市場に行くとほんともっと安く買えるから、みんな市場で買う、うん、そういうことね。まあうまく節約しながら、あとはまあ レストランもやっぱ高級なレストランとか行くとね、どうしてもそうだよね、うん、じゃあ最後に、沢くんから柏レーソルサポーターの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。まあ、ここ何年も消息不明で、本当皆さんの前で行方不明だったので、こうやって皆さんの前でこうやって顔を出すことができてとても嬉しいです。こうやってドゥーとも何年ぶりですかね、かなりぶりね。そうだね。なのでこうやってね、苦楽を共にしたチームメイトとこうやって会って対談して昔を振り返るっていうのはすごくもう自分にとっても宝だし、いい経験をしたっていうのがもう身に染みてるので、まあこれからのレイソルのために何かこうね、まあ陰ながらですけど応援しつつ、ね、サポーターの皆さんも今現在ね大変というか、まあ難しい時期ですけど、こう支え合ってレイソルが少しでもいい成績を残せるように共に頑張っていきましょう。今日は本当にありがとうございました。よっしゃ、ありがとうございました。